はい、それでは皆様お暑い中お集まりくださりありがとうございます。ただいまより2023年、9回目の第9回のオフィス藤掛賞の授与式を行います。実は私はブログをしています。ブログが好きでブログを個人的に更新していました。ある時4月の初めですが、最近読んだ本をブログにあげました。それを最近を込めてオフィス授与式と名付けて、賞に値するいい本だということを書きました。しばらくすると信じられないことが起きました。お茶の水の有名な書店がオフィス授与式という特設コーナーを設けたというんです。それは今から信じられないということでした。キーワードはひょんなことから書き集めてです。本当にひょんなことから書き集めてばかりいる感じがしますが、9年も続くとそれはそれで立派だなと自分なりに思っています。今日も一人一人の方々の発表はかなり骨太で意味のあることが多いと思います。そのことも期待しております。スクールカウンセラー、病院、また刑務所などで、様々な方の声を聞いて、おられます。そのような中でいろんな方々の声をもとにこの本ができているということです。それでは堀川先生、よろしくお願いします。楽しみにしております。賞と名の付くものを生まれて初めていただきました。おそらくこれが最後になると思います。私の座右の銘は、引き受けた説教と食事は断らないと、いうので、まあ、豪語してきたその見栄もありまして、なんとか気がついたら24回どころか1回多い25回も書き上げることができました。まあ、しばらくした頃にですね、ポロッとその妻が、パパって意外に努力家ねって言ってくれたんですね。まあもうすぐ結婚して32年になりますけども、これほど嬉しい褒め言葉はありませんでした。まあ私の、まあ、このわがままでいい加減な性格に付き合ってくれた妻にも感謝をしたいと思います。こちらの LGBT とキリスト教、20人のストーリーという方です。こちらは当事者を中心として20名の方々がのお話が載っております。監修が今日来ていただきます。お話を聞きます。平愛川先生です。僕はキリスト教が好きじゃありません。いろんな大学とかで教える時もそれははっきり言います。牧師してるのになんでってよく言われるんですけど、これはあるお坊さんに教えてもらった一言がきっかけでもあるんですね。仏教徒っていうのは、仏教がこれまでしてきたさまざまな過ちを担う覚悟をすることですって言われた時に、キリスト者もそうでしょって言われたんです。あ、そうだと思いました。でも本当に神様が私たちに伝えようとしていること、私があなたを作ったんだよ、そして愛してるんだよ、もうこんな素晴らしい人間ができたと喜んでるんだよっていうメッセージ、これをキリスト教って言うんだったら、僕はキリスト教大好きです。結局教会で傷ついてキリスト教を離れた、でも神を離れてない、そういったことを書いてる方がいるんですね。ああそうなんだって、私たちはキリスト教っていう枠ではなくて、神とつながる方法をいつも模索して、そしてそれを伝えるものでありたいなって、この本がそういう役目を果たせたらいいなって思うんです。言葉に出せない人たち、もっともっと傷ついて、でも、もう何かを求めている人たちにこの賞は捧げたいなと思います。深い、本当に加害者のお声を拾った本になっております。それでは先生、こちらの本に来ていただいて、賞の森先生からいただきます。選択理論、皆さん聞いたことありますか？これはアメリカの精神科医のブラッサー博士という方が編み出した理論で、アメリカの刑務所ではこれを学ばれてるんですね。受刑者、日本でもこれを DV 加害者、虐待加害者、ストーカー加害者に応用したら絶対同じようなことが起きるだろうということで、神奈川で初めてこの学びを
参加者にしていただいて、見事に8割の方が変わります。クリスチャンだからじゃあ本当に愛のある夫婦生活を行っているかというと、ほとんど未信者と同じような感じ、あるいは牧師の方々も結構来てます、うちに同じような感じで、本当にこう喧嘩が多い、絶えない、それから怒鳴ってしまうことがあるんですね。でもそういう方々もうちに来て、本当に考え方をプラスに変えることで本当人生が変わっているので、また私たちの働きを皆さんからも支援していただけたらと思います。特別賞を最初は谷口徳子さんです。雑誌の船の右側で2022年1月号から12月号まで、連載でですね、コラージュで思いを巡らそうという連載を書かれました。特別賞2人目になります。花野井由里子さんです。キリスト教カウンセリングセンターがございますが、コラージュ療法の講座を担当されたり、いろいろなことを通してコラージュの世界を広げてこられました。特別賞で受賞されましたお二方からコラージュについてお話をいただきたいと思います。これはコラージュノートです。日記のような感じでしょうか。裏のページに切り抜きを選んだ理由などを書き留めておきます。右は職場のストレスがたまりにたまった日のコラージュです。口内炎が悪化したと書いてありました。口内炎の写真がなかったので代わりに胃潰瘍の切り抜きを貼っています。コラージュでは代わりの切り抜きを貼るということがしばしば起こります。ギザギザに切った炎は怒りの炎です。燃えて消えてほしいと書いてありました。今となっては笑えるのですが、まさしくコラージュはこういった時のちょっとしたストレス解消、気分転換にもなるなと私は感じています。最初にお話しした多義性の世界を味わうには、やっぱり誰かと一緒にコラージュをして感想を伝え合うことが大事です。そこで私は時々友達とコラージュ会をしています。イメージを思い巡らしたり、イメージで表現したり、そしてイメージで応答できるのは人間だけに与えられた神様からの素敵な贈り物だと思います。ぜひ皆さんもコラージュの世界へ足を一歩踏み入れてみませんか。私にとってのコラージュは遊びでもあり、自己表現の場でもあり、セルフケアのツールでもあります。さらに藤掛先生のコラージュと出会ったことで、分かち合いのツールとしてもコラージュを体験していくことになりました。私はコラージュを作るようになり、自分自身の作品に愛おしさを覚えるようになりました。自分自身をこういきなり全て受け入れ好きになるというのは本当に難しいのではないかと思います。けれどもこう自分が作ったものを慈しむ過程が繰り返されていきますと、作り手である自分のことも慈しみ、思いやる心が育まれていくようにも感じるのです。それは相手に対してもそうです。また人生そのものがさまざまな出来事や出会いという素材によってこう作り出されていくコラージュのようなものではないかと考えています。そして何よりも私という人生の作り手に感謝を捧げつつ、また相手の人生にも感謝を捧げながらこれからも歩んでまいりたいと思います。そして今回この谷口さんとこうやってここで対話をする、かなりドキドキしました。どんな展開になっていくのだろうかと、オンライン上では実はお会いしてたことがあるんですが、対面では初めてです。でもこの周りにまだ空いてるベンチがあるので、これは、時には、時間が経てばもっと違う人が座っていく、これから座っていくのかなっていうイメージが湧いてきました。藤掛先生もおすすめしてた電気屋さんでカメラ、ニコンとかキャノンとかのああいうカタログをいっぱい撮ってきて、で日頃からちょっとこう切り抜きをストックしておいて、
あと台紙はもう100均なので、まあはい、簡単に手に入ります。オンラインの方はここで配信が終了となります。ご視聴ありがとうございました。